は展望のサンタクロース。どうもサンタワッキーです。いやー、待ちに待ったクリスマスですね。あれあれ、もう終わってんの？終わってた。ハズレガチャ恒例の企画ですね。それでは見てもらいましょう。どうぞ。今回の25選です。それでは早速いきましょう。出ました、手押し車です。手押し車、ちょっくになんか引っ掛けるところがあるんでね、引っ掛けるのかなと思ったらこっちに引っ掛けるところがないっていうね、どうやって遊ぶんだという、まさにハズレガチャですね。しまっておきましょう。70年代のカプセルはね、ちょっとね、長細いんですよね。来ました。はい、お花一輪ですね。しかも、蜂付き。白いチューリップですかね。これ当たってどうするんだっていうね、ハズレの醍醐味です。よし、こちら。よいしょ。来ました。すごい、バレリーナ。バレリーナ。ちょっと柔らかいんだよね、これね。ここにこう、紐をつけるとチャームになるんですかね、バレリーナ。いやー、さすがですね。どんどん行きましょう。これは何だ？これは何でしょうかね。お、これは組み立て式？ちょっと当たり？こんな感じですかね、こんな感じ。一応動きます。よいしょ。これも組み立て系ですね。なんか必ず乗ってんだな、人みたいな。これあれか、煙突だな。比較的作りやすかったが、なんだ、さっきの車の方がいいですね。ハズレかな。これを開けるとね、年代が分かりますよ、ほら。いやー、やっとキャラクターですよ。分かります、これ。ケロッコデメタンのスタンプ。ケロッコデメタンがね、これすごいっす、ほら。ハンコって書いてますから、ハンコって。ハンコ。ケロッコデメタンですから、ハンコしまっておきましょう。そしてキャラクターものといえばこちらですね。はい。ミニコケシ。かわいいっすね。手書き？手書きだね。しかも木製です。こけしのチャームというところでしょうか。いやー、木ですよ、木。どんどんいきましょう。ん？あ！これは、中にスライムが入っていた模様です。カピカピになってます。しまっておきましょう。このカプセルも本当に、60年代後半から70年ですね。こっちが上なのかな。こうだな。来ました。よしと。これはもう、皆さんご存知のサイコロですけどね。4が赤いという。1と4が赤い。なんだか4が赤いんだよね。しかも塗りが甘い。消えてんのもありますけど。すごいね、3の。はい、プラスチックでできてます。さあ、どんどん行きましょう。お、これは？もう以前も似たようなやつがありましたけど、もしかしてこれダブリかな？ね、もう何時だかわからないストップウォッチ。ね。いいですね。いいですよ。よいしょ。ん？落ちた。お、ハンコかな？出てこない。なんだこれは。うわ、昭和だなぁ。なんだろうこれ。カフスボタン。プラスチックの。カフスボタン、なかなか大人だな。よし。はい、小さいカラフル輪ゴム、ね、もうカピカピです。いや、これはもう、ハズレというよりはもう、ゴミですね。こうなっちゃった、ね。これなんでこんな入ってんだろう。来ました。ね、指輪です。ハズレですかね、これ。金メッキでもないですよね。軽いです。軽い指輪。ちょっと、ん？君は誰だ？これね、
香港ってカプセルも入ってるね。お、来ました、いいですね。お、 Where is the party? どこでパーティーあんの？パーティーどこ？パーティーどこ？パーティーどこ？すごいね、香港さん、ね、パーティーどこ？人気者でしょうね、パーティーどこ？急に当たるんだ、これ。これ気になってましたね、これ。出ました。耳栓。急に耳栓が当たってもね、こういう実用的なものはね、人気ないですけどね。この部分がちょっと金具っぽく見えるんですけど、金具じゃないね。あら、経年劣化が半端ない。すごいね、耳栓、鼻栓ではないじゃん、耳栓でしょうね。さあさあさあ、わあ、もう出た。じゃん、低いやつ、香港のなんすかね、イモリ、ヤモリ、カナヘビ、ね、しまっときましょう。気をつけないとね。お、あー出た、クリップだけ。クリップしまっときましょう。もうちょっとここへは劣化が半端ないな。これは、おお、ラグビーボールですよね。これはもう攻め台かなんかでつけてくれっていうことですかね。まあそうでしょうね。ラグビーボールのチャーム、ね、なんかホットドッグにも見えなくはないです。ビリヤードの13番の9のチャーム、ね、これがあるおかげでビリヤードの弾として使えないっていう、ね、ハズレです。お、これはね、ペニー、ずいぶん当たったんですよ、これ。ほら、宇宙人、当時は当たりらしかったっすけどね、こうやってみると当たりでもないだろうな。お尻がプリッとしておりますが、香港って書いてますね、宇宙人。しまっておきましょう。ちょっと、お、これはちっちゃい玉のゲーム、ミニゲームですよ。これなんだろう、なんか靴だ。靴の先と履くところに玉をの入れると終了。この魚眼が見にくい、見にくい、見にくいよ。香港だな、香港戦が多いんだな。当時はそうだったんだね、やっぱり。よしと、あ、久しぶりにね、銀メッキチャームですよ。2つ入りですから。まず1つ目がどこの国の人ですかね。女性かな。頭の帽子がやたらでかい。そしてなんだか、靴だ、靴。今日靴、さっきもシューズのね、ゲームでしたけど、香港なんですけど、すごいな、靴が多いね。いや、無理でしょう。なぜこの2つが入ってるんですかね、うん、気まぐれでしょうね。よしと、さあさあさあ、もう音でやばいですけどね。やっぱりクリップだ。もうこのクリップ怖くて使えないですよ。もうこれ折れそうだもん。ねえ、よいしょ。これもクリップかな？お、違うぞ。あ、指輪だ。指輪です。あら、さっきのまた色違いだ。指輪というよりも、ボルトみたいな感じですね。ね、指輪です。はいね。うわー、すごいな、これ。ボコボコになってる。お、その金貨、いやー金貨ですよ。あれ、フランシスコ・プー・ジュニア、うん、という方ですね。さあラストです。ラスト、よいしょ、頼むよ。お、出ました。誰、ネズミ、ウサギだったらね、来年の干支ですからいいですけどね。ね、うわ、手組んでる。態度悪い。ネズミ、ね、ね、まあ、トロッとした人形が当たりました。いやー。
60年70年代のカプセルトイのクオリティ素敵ですね。さてさて、いかがだったでしょうか。反応が良ければまたレトロなガチャガチャのハズレ25選紹介したいと思います。コメント欄にてリアクションお願いしますね。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンやコメント、ワッキー貝山氏のコレクション、ガチャガチャコレクションからリクエスト、エモいレトロガチャガチャの情報、ご当地オリジナルのガチャガチャの情報、コメント欄にてお待ちしております。最近なかなかチャンネル登録者数が増えません。毎日ガチャガチャの動画頑張ってますので、ぜひともぜひとも登録してない方はよろしくお願いいたします、とワッキー貝山が言っておりました。それではワキワキワッキー、また次回って。